こんにちは。こんばんは。どうもどうも。それも。はい。これ、お久しぶりで。どうもお久しぶりで。ねえ。元気そうで。まあなんとか、あの青色吐息ではありますけれども、なんとか下北で頑張っております。はい、よろしくお願いします。お名前を。あのネバーネバーランドの、親父の下平健二と申します。はい、よろしくお願いします。親父なんですか？親父でございます。店主さん、あの店主ですけれどもネバーネバーランドというのは、はい、あのあるネバーランド共和国みたいなもので、あ、まあ、あのそれぞれのお客さんだったりスタッフだったりみんながあのその国の住人で、まあ、私はどっちかというと大蔵大臣だったら一応まとめ役がいないといけないのでやってるみたいなもんでございます。まあまあ、どちらかというとオーナー的なものではないなという感じですね。何年になります？この店33年なんですよ。丸33年で3月から35年です。あれ、インタビューを聞く前に聞いたんですけど、はい、移転をさせた。そうですね、はい、今から6年前にだいたい30メーターくらい引っ越してきまして、はいはい、その店からはそうですね倍くらいの広さになったんですけれども、まあその当時の店の雰囲気をそのまま持ってきたと。なるほど。例えばカウンターも持ってきましたし、後ろのテーブルを持ってきましたし、あと、まあ、いろんなもの持ってきまして、でかつ、まあ、例えば床とかもやっぱり昔あ持ってくることはできなかったら剥がすことはさすができなかったら古く塗ってみたり、わざと あとそこの壁壊ってみたりとか。本当だ、かけてるしそれなんでかっていうと、うちのお店のお客さんってあの大道具の方がいっぱいいるんですよ。あの舞台のだから店作る時もあの、まあ、建築士が中心になってやったんだけど大道具の連中が勝手に作ったんですね。焼酎のお店ください。建築士のプライドとともにそうですね、大道具がボコボコにするという。なるほど。そのネバーネバーランドさんは沖縄料理、はい、そうです。はい、うちのママがもともとは沖縄の元部の出身の人 で、はい、でまあ、先代の奥さんに当たるんですけれども、まあ、とっても料理がうまい。ネバーランド共和国の料理長。ネバーランド共和国はですね観光国でもあるんですね。だから料理長がうまくない、ちゃんとすごくないと観光でいらした方が喜べない、はい、やっぱり三つ星がつかない、三つ星がつかないと、はい、そういう意味で本当にうちの沖縄料理は自信を持って皆様にお勧めできます。まあ、感じで居酒屋さんって感じで。そうですね、はい、はい、気楽な居酒屋です。ライフスペースっていう感じ。そうですね、あのうちはですね、はい、例えばお食事をされる方には月曜と水曜日がおすすめでして、月曜とあの水曜日に関してはあのピアノのプロが、あのスタンダードナンバージャズだったりとかですね、ポピュラー音楽のスタンダードを流して、はい、で弾いて、でそれでお食事を楽しんでいただく、はい、そのピアニストももともと客だったとか。そういうことですね。そういう感じなんですか。そういう感じ。ネバーネバーなんですね。そうですね。今日はあのイベントを今取材しましたけども、はい、こういったイベントごともちょいちょいありの。そうですね、はい、ネバーランド共和国はですね、はい、基本的にあのお客さんもですね働かなければいけないと、であのこの国を栄えさせなきゃいけないというところは義務付けられてるわけではないんですけれども、まあ、僕がこの店をやるようになってからあのスタッフの皆以外にもあのお客さんみんな結構この店自体をですね大切にしてくれてて、でみんなあの自分たちで企画を立ててイベントをやってくれて、まあ、ミュージシャンはあの音楽をやると、でこう DJ イベントとかそういうね空回しが得意な人はあのこう音楽を鳴らすイベントをやるとかね、いろいろやってくれてますね。ありがたいことです。音楽以外にやったイベントってあったんじゃないですか？ですね、あとはですね僕自身がゲームが好きなので、あのバクギャモンというゲームをよくやってまして、でそれでバクギャモンのイベントをやったりとか、できますね。あとはですね、あの政治トークショー、はい、
あの政治家の人間を招いて、はい、あの今世の中で問題になっていることをいろいろとお客さんとトークするとかですね、まあ、何でもやりますね。そういうのはこの人誰かに持ち込めば、はい、あのいくらでも、はい、あの基本的にはですね、ここの場所はあの皆さんには無償で提供しております。あのなんていうのか、はい、うちとしては、はい、あのそのイベントなりあのライブに多くの人たちが集まってくれて、はい、うちのあのお酒を飲んでもらったり、はいはい、あの沖縄料理を楽しんでいただければ全然それで嬉しいので、あの今はやっぱりいろんなところであのまあなんか面白くないことも世の中でいっぱいあるわけ でここであのぜひともいろいろと楽しいことを企画して、はい、あのプレイヤーも、はい、お客さんもみんなでワイワイガヤガヤ楽しんでいただけたらなというのが実は僕の思いなんですね。まあ、通常こういう場所でイベントをやるとその場所代とかがかかったりとか音響代とかかかったりとか、はい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 、そういうのを無償で、そういうの無償でやっております。僕自身もですね、高校時代はずっとバンドやってまして、で大学の時も東京に来てバンドやろうと思ってやってきたようなところもありまして、まあ、今本業の歯医者さんやってるんですけども、まあ、それがなんとかまあ好調なので、自分の中で、まあ、当然このネバーネバーランドも自分の、仕事場ではあるんですけども、まあ、バランスの中でネバーネバーランドができているということ自体はとっても幸せなことだなと、あの歯医者に沖縄まで行かれた。そうですそうです。これもすごいな。毎月、第3月火水と、月曜日の朝1で行って、はい、水曜日の最終便で帰ってくるという、でついでに沖縄の海ぶどうも買ってくるとかね。そんな感じです。唯一の楽しみなの。そうですね。食べに来てもいいし、はい、ライブを聴いてきてもいいし、はい、イベントやりたい人はイベントやりたいんですけどって言いに来てもいいと。その通りです。いうことですか。はい、イベントは受付中ですか。もうあのいつでも遠慮なく来て、あのうちのスタッフに行っていただければ。なるほど、それで先ほど言いましたけど、バッコギャモン、はいはい、っていうゲームがあるんですけど、バッコギャモンの結構重要人物になる人らしいです。まあ、一応日本の協会の会長ではあるんですけれども、あのただ、まあ、僕も世界中で飛び回っておりまして、ギャモンっていう、はい、ゲームなんですか。ゲームです、ゲームです。ボードゲーム、将棋屋号みたいなゲームです。でもあれなんですよ、毎年モナコで世界選手権が7月に、開催されるくらい、その昔はケリーさんも、グレス・ケリーが、はい、ちゃんと参加してたというゲームなんですよ。結構由緒正しい。キャリアはどれぐらいだったんですか。25年くらいになるんですかね。なんか聞いた話だと素人でもすぐできる。5分間もあればすぐにルールは覚えられます。オセロが次に優しい。そうそう、その通りです。はい、なるほど。はい、間口がでもそうやって誰でも入れるっていうことは奥が深いところじゃないですか、ね、そういうことです ね、はい、先日世界大会に出演、はい、出場、はい、去年の7月のモンテカルの世界選手権は5位でした。世界5位で、あとヨーロッパ選手権が10月にあって、はい、それ優勝しました。1位です。どれぐらいの人がやってるんですか。もう世界中で3億人って言われてますね。ちなみにトルコに行くと、はい、あそこって7000万人くらいの人口なんですよ、はいはいはい、なんと 99% の人がやってる。占いに近いんですよ。バックギャモンというゲームはダイソー2個振るんですね、はい、でそこでこう振った時に大きな目が出れば、あ今日は例えばサイコロで大きな目って6とか5でやるとか、はいはいはい、あ今日はちょっと大きいことに縁があるかなとか、はいはいはい、ちょっと 2と1とかちっちゃい目が出るとちょっと今日おとなしくしていようかなとか、こういうなんか毎日の占いみたいな感じでゲームをやってるという。だからそんなにみんな本当真剣にやってはいないんですよ。で日常生活だから今年の1月にトルコまでバッグゲーム教えに行ったんですよ。逆逆ね、トルコの教科から学んだんですよ。
あのお店にトロフィーがあったの。すごいですよね、これ。これはあの2年前のモナコの世界選手権のダブルスの競技で優勝した時のトロフィーですね。ワールドカップです。ワールドバッケウィナーですね。なるほど。はいですね。やるの。ぜひちょっとあの全国的のヨヤモにそうで取材をバックギャを喜んで講座収録したいと思います。ありがとうございます。ぜひともその際は。はい。それじゃあネバレバラードでも教えてくれるときは教えてくれる。いつでも私がいればバックギャモンボードここに置いてあるんですよ。でっかいボードも。そっと開いて。で土曜日にもなんか今度教えてくれということで。わざわざ柏の方からいらっしゃるみたいで。あ、柏からありがたい話でございます。すごいですね、トルコから柏まで。じゃあぜひちょっといろいろ興味ある方はネバーネバーランドに。はい、はい、みなち、はい、はい、ちょっと待ってして。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。じゃあこー、はいよ、出前でいい。言葉がなくても通じ合える瞬間って特別に嬉しい、すごく嬉しい。プラムスゲームの時間はもう終わりにして、服を脱ぎ捨てて川に飛び込もう。プカン揺れてみる、捉え方一つで変わる未来。ふわふわ揺れてみる、余裕がなくなったらちょっと Bye.
あれを恐れしたらどうなる？
それがこれになる。これをあれしたらどれ、どれもこれになる。それってどうなる、結局こうなる。自分で決めろ。簡単に言うと自分の生き方自分で決めろ。簡単に言うと自分の生き方自分で決めろ。踊らされるな、笑われてもどうにでもなれ、どう転んでも見上げればそれ、空があるだけ、空があるだけ。疑うならまずは自分を疑え。 Whoa, その感動は Whoa.
決めろ、その感動は自分で決めろ、しい場所っていうか、はい、あとあの言ってましたけど、ネバーネバーランド、ネバーネバーランド、夢の国という夢の国と、で楽しいイベントいっぱいありますし、ね、楽しい場所なんで、はい、ぜひぜひネバーランド、ネバーネバーランド、ネバーネバーランド、はいはい、エンディングでございます。あ、はい、今エンディングを撮ってます。なるほど、はい、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひまたね、どうもどうも、はい、頑張ってやっていきましょう。お互いに行きましょう。どうも。じゃあエンディングでございます。さよなら。さよなら。ネバーネバーランドにどうぞ。